蘇州下関フェリー株式会社は日本の海運会社、関光汽船を中心とする SHK、ライングループに属する企業である。s h k ライングループの3社と三東海報告際興運の共同で2004年に上海下関フェリーとして設立された。その後、中国側の発着地の変更により、2014年8月に蘇州下関フェリーへ社名を変更した。 元、新日本海フェリーのニューシラユリを購入して言うと、ピアツーと改名、2005年に下関上海、太貸航路に就航した。修理便での運航を計画したが、上海港の発着枠に空きがなかったため、1便は太を発着で運航された。2006年、中国側の発着地を蘇州体倉港へ変更。当初、 中国当局による旅客営業の免許が許認化されなかったため、労働船として運航されていたが、2007年8月から旅客営業が開始。その後言うと、ピア4の就航に合わせて、再び旅客営業を休止し2019年からは旅客設備の内老、老船による運航となっている。蘇州下関航路2005年に運航を開始、2009年以降は、 週2便を運行する。下関発が日曜、水曜、大倉発が月曜、金曜のスケジュールで運行されている。ありがとうございます。